こんにちは、篠田敦史です。今日はね、僕自身も、楽しんで、見てるあの YouTube チャンネルね、紹介をしてみようかなと思います。で、1個目はですね、僕がこうやって動画投稿しようと思ったきっかけでもあるんですけども、ピーター・マーティンというピアニストの、チャンネルがあります。ピーター・マーティンはね、ピアニストで、ピーターがもともとやってたのは2ミニッツジャズっていう、その1個のね、限定したトピックに対してこう解説するって、僕が普段ジャズピアノ講座でやっているようなことの、もっとね、最初でこそ僕ももうちょっとコンパクトだったと思うんだけど、すごくいい端的にうまくこう伝えてるような動画。オープンスタジオっていうのは、一応オープンスタジオで出してる動画っていうのは一応宣伝で、一応そういう、今も規模大きくなって、ピーターの他にもいろんな、フレッド・ハーシュとか最近だったらとか、ベースのクリスチャン・マクブライドとか、あのドラムのグレッグ・ハッチンソンとか、もう一流の人たちのこう一応こうオンラインのコースをね、販売というか売ってるっていうか、形としてはおそらくそのこれが良かったら本編というかオンラインコースもねあるから、そっちもいかがですかっていうことではあると思うんだけど、だとしてもものすごくいいクオリティの動画をたくさん出してて、最初はピーター・マーティンのアカウントで2ミニッツジャズとかあったんだけど、今オープンスタジオの方では彼もやってるし、そういうさっき名前挙げたような人も例えばその楽器のこととかについて挙げてて、まあピアノっていう楽器を超えて楽しめるチャンネルで、個人的に、結構見てて当たり前だと思うのは、クリスチャン・マクブライドが喋ってるのはすごく面白いし、単純にすごいいいことを言ってるから、あの楽器を超えて共通するすごい革新的なことを話してくれるから、丁寧に確か字幕ついてたりするので、英語わかんなくても、全部が全部じゃなかった気がするけど、あの良さそうなやつ結構ついてたから、あのおすすめです。今毎週じゃなくなっちゃったけど、一時期ね、毎週金曜日必ずソロピアノの1時間で配信とかやってて、今も間隔を空けてやってるので、それもねすごく、あの初期こそ配信に苦労してたけど、もうだいぶスムーズになって、すごいいいクオリティでねやってくれてるので、とてもおすすめですね。いい素晴らしい人の演奏を聴くっていうのはね、仮に画面越しであってもやっぱり、いいので、すごくおすすめです。と2個目がね、スモールズの配信ですね。スモールズジャズクラブっていうニューヨークにある、ジャズクラブなんですけれども、そこがね、前はその月額か年間か分かんないけど、お金払ってそのアーカイブ、今までのライブとかそういう記録を見放題ですよってやってたんだけど、最近はやっぱコロナの影響かなと思うんだけど、 YouTube 上で無料で生配信とかでアーカイブも残ってたりするので、あの必ずしも音がいいかっていうと、実はねそうでもなかったりするんだけど、ただそのコンテンツが怪物だから、ちょっと前とかあのブラッド・メルドのソロピアノ、スモールズはこう分店姉妹店があって、もう一個メズローっていうさらに小さい箱があって、そこはアコースティックにこだわってる、そのアンプとかも基本的には使わないようなところ、丸々2時間ぐらいかな、ブラッド・メルドのピアノのやつとかあって、別に編集とかしてないから気軽に見やすいかっていうとちょっとあれかもしんないけど、普段見れない人がやってるっていうのが、単純にその無料で公開してるってのは、すごいことだなって思います。それから3つ目、これ最後にしようかな、エメット・コーエンっていうピアニストのチャンネルで、彼もその配信をかなり積極的に、少なくともこの段階、今2021年の11月ですけれど、コロナになってからあのライブフロムエメッツプレイスっていう、本当に彼の家か知らないけど、そこから彼のトリオプラスゲストを呼んでジャムセッションみたいなことをやってる。でアーカイブもあるし、結構切り抜きでその曲だけで、あれはねどうやって選んでるか分からないけど、いい良かったテイクとかなのかな、見やすいようにもなってて、でこれはなんかすごい音もいいし、そのカメラワークとか切り替えとか映像とか音とかのクオリティも含めて、もちろん演奏素晴らしいんだけど、すごく高いので、単純にこう見ててそういうストレスはなく、あの見れるすごい有料チャンネルだと思います。でもちろんね、演奏も素晴らしくて、特に毎回ゲストはいるんだけど、そのトリオの結びつきっていうのがすごく強いのかなっていう風に聞いてて感じて、会話が非常に密で、エメットの演奏っていうのはすごくこうハッピーな
オスカー・ピーターソンみたいな、ああいうちょっとこう空気感を持ったピアニストかなって思ってるんですけども、こうジャズあんま知らない人でも訴えかけてアピールするような演奏をしてるなって個人的に思うので、そういう意味で僕の動画見てくれてる人ってのはジャズ勉強してる人が多いと思うんだけど、その中でも特にジャズ詳しくないんだよねっていう人こそ見てみてほしい。その特にライブとか見たことない人、本当はね、まあ今コロナだからしょうがないけど、本当はライブ行った方がいいんだけど、あ、ジャズの演奏ってこんななんだっていうのを結構こう、ね、生々しく出してくれてるように感じる、すごくいいトリオだなって思ってるので、あとエメット公演ね、おすすめです。ということで好きなねジャズ系の YouTube のチャンネルをね、3つほど紹介しました。基本的にはやっぱり演奏を聞くのが楽しいです。探すとこう合法か違法か分かんないけど、うぞうむぞうにこう有名なねミュージシャンの多分 DVD とかそういう映像になったやつとかのがアップロードはされてるんですけれども、ね、現代の人も素晴らしい人ねたくさんいるので、ぜひねそういう人に触れて、ジャズをねより楽しんでもらえたらいいなと思っております。ということで、今回はここまでにしようと思います。最後までご視聴ありがとうございました。